はい。今回は嫌な人が増えてくるときに見直した方がいい思考ということで、なんか最近あの人も嫌だし、なんかあの人もムカつくし、なんかイライラするわ、みたいな感じで、 いろんな人がムカつく人に見えたりだとか、なんかあの人の嫌なとこ見えてくるみたいな感じで、人の嫌なところが目につく時ってあるじゃないですか。そういう時っていうのは大体自分の中に問題があるっていう風に考えた方がいいわけなんですけども、例えば夫婦関係とかね、まあ彼氏彼女の関係だったりとか、友達関係だったりとか出た時に、あいつ最近ムカつくわっていう時は、おそらく自分の中にとあるね、考え方のズレというか、 自分の中に問題点というものがあるので、え今回はぜひね、そちらを理解した上で、こういうふうにアプローチを取っていこうっていうふうな感じで、まあ自分の方向性であったりとか行動っていうのをね、変えていってもらえたらなというふうに思います。このチャンネルではそういったコミュニケーションとか生き方考え方とか、そういった部分を主に解説しているチャンネルなので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回も内容に入っていきましょう。まず、 嫌な人が増えるときっていうのは自分に自信がないときなんだっていうことを前提に覚えておいてほしいんですよね。で、悪いところに目が行ってイライラするとか、あの人は嫌なところがあるからイライラするとかっていうふうに多くの人は言うんですけども、大体の場合はイライラしているから悪いところに目が行くっていうのが正解なんですよね。つまり自分がそういうふうに見ているからそう見えるというだけなんですよね。そう見るからそう見えると。 いうことなんですよ。これは大体の場合当てはまると思います。自分がイライラしてるときってなんかいろんなことがイライラするし、例えば自分が疲れているときって、例えば子供からなんか言われたときにいつもだったら、 優しく頭なでてあげれることでも、イラッとして、なんか怒鳴ってしまったりとか、っていうことが起こってしまうわけなんですよ。これっていうのは自分の状態が良くないから怒鳴ってしまうっていうわけであって、それを相手のせいにし始めると、どん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 相手の悪いところが目に行くようになってくるんですね。つまり、その時は感情で、なんでこんなことできないのって言ってしまったとしても、それが冷静な時にも、あ,あの時に、 こいつはああいうことをして自分は叱ったんだっていうような記憶があるから、そこを悪いところとして認識してしまうんですよ。で、それがどん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 相手のイメージにつながっていって、それをするたびにイライラする。これをちたきはイライラするっていう風な感じで自分の中で意味付けしちゃうんですね。だから、はじめは自分の感情であったりとか悪い状態の時に目についた部分なんだけども、それを怒ったとか、それがあいつの悪いところなんだっていう風に自分の中にど,どんどんどん定着させていってしまって、それが相手の中に増えてくるっていうような、まあ、そんな感じなんですよね。 だから、別に、えー、そこを悪く今まで思っていなかったんだけども、イライラした時に、ここが悪いところだ、ここがムカつくって思ったことを、それ以降も、あいつにはこういう悪いところがあるからなって認識してしまうんですよ。これでどん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 相手のことが嫌になってきたりとか、相手のことがムカつくようになってきたりするわけですね。 つまり、まあ、自分が被害者になっちゃってるっていうことですね。自分が被害者でやられた、こういうこともやられた、こういうこともやられた、あいつはああいうところが悪いみたいな感じで決めている。だから、あいつはこういうところが悪いんだっていう目で見るから悪く見えるっていうだけの話なんですよ。こういうふうに覚えていると、だん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 、あ、自分確かに嫌な方に見れたなっていうふうなことが分かってくるわけですね。なぜかっていうと、人って、ここが悪い、ここがいいっていうのは自分の価値観で決めてるわけですよね。だから、まあ、あ人殺しをする人。 害だとして、人殺しをする人って戦争時代だったら英雄なわけですよね。でも今は平和な時代っていう価値観があるから、だから人を殺すのはおかしいよねっていう価値観の下で、そいつは悪者になるわけですけども、戦争時代だったら英雄なわけなんですよね。まあこれは極端な例ではありますけども、そういうふうに見る目が変われば、正解不正解なんていうものはないわけです。つまり自分の中でこれが正解なんだ、こうあるべきなんだっていう、 ものがどん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 固まっていってるから相手が嫌に見えてくるっていうことなんですよね。まあだからもっとね、あの視点を柔らかくしていった方がいいよっていうことではあるわけなんですけども、え、とにかくね、自分がイライラしてる時っていうのは、イライラしてるから相手が悪く見える。まず相手を悪く見ようとするフィルターがかかるので、その結果相手を悪く見てしまうっていうことがほとんどなわけですね。だから、えー、まあ自分に自信を持っていくというか、自分を状態を良くしていくっていうことがすごく大切になってくるんですけども、 人は常に対等な関係を求めるっていうことを覚えておいてほしいんですよ。人は常に対等な関係を求めます。で、対等な関係を求めるのはなぜなのかっていうと、それが居心地がいいからですね。友達といるのが居心地がいいのは対等だからなんですよ。なんか、先輩といる時も、なんかこう、人として対等な先輩といる時と、なんかもう結構マウンティングとってくる先輩といる時、どっちが居心地いいかって言われた時に、多分こう、先輩でも、こう、 楽に話せる人といるのが居心地がいいと思うんですね。これってなぜなのかっていうと、人として対等に扱ってくれているっていう感覚があるからなんですよ。逆にこの人にといるとずっと気を使わなきゃいけないとか、この人は用意しなきゃいけないってなってる時っていうのは、まあ相手が上な状態になってしまってるから居心地が良くないんですね。まあそういうのってよくあるじゃないですか。会社の関係とか、まあ先輩と接する時とかもね。この先輩は居心地いいけど、この先輩はなんか嫌だなって思う時ってあるじゃないですか。あれ居心地の良さ悪さなんですよね。あれは対等か対等じゃないかなんですよ。 僕は結構、あの、後輩からね、もう結構慣れ慣れしく接されることとかも多かったりするわけなんですけど、あ、僕は対等な、こっちのいい環境を作れているんだろうなと、あの、自分では思って前向きに言ってるんですけど、<laughs> ま、そんな感じですね。こう、対等な関係を、えー、求めるんですよ。僕たちっていうのはね。この、対、え、等、ー、な関係を求めるときに、自分が下になっているとどうなるかっていうことですよね。対等な関係を築きたいって僕たちは、まあ、潜在意識で思っていると。で、 対等な関係を築きたいなーって思っているんですけど、自分に自信がないわけですから、どうしなきゃいけないかっていうと、相手を引きずり下ろさなきゃいけないわけですよ。で相手を引きずり下ろすためにどうしたらいいか、相手の嫌なところを見るわけですね。相手の嫌なところをどん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 見ていくことによって、自分と対等にできるじゃないですか。そうやって、居心地がいい状態を作ろうとするんですね。だから、上に上がっていこうとするとでも、引きずり下ろそうとしてしまうわけです。でこの時にどういったことが問題になっているのかっていうと、それを自分にやっちゃってるってことですね。 だから、自分で自分の嫌なところであったりだとか、自分で自分の至らない部分であったりとか、そういった部分を責めているからこそ、 自分がどんどん下に下がっていってしまうわけですよ。すると、その目で周りのことも見ちゃうんですね。そしてその周りの人たちも自分と同じレベルに下げよう下げようとしちゃうわけです。こうやって嫌な人がどん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 増えてくるわけなんですよ。だから結果的に自分と対等にはするんだけども、自分と対等にするために相手の嫌なところをたくさん見るから、自分がこの人嫌だなってなっちゃって遠ざけちゃうっていうことなんですよ。だからつまり全部自分でやっちゃってるんですね。 自分で自分を下げて、で、自分が自分を下げた結果、その人との、えー、関係性が居心地が悪くなるから、その人のことも下げようとあ悪いところばかりを見てで、その結果悪いところばかりを見ちゃったから、なんとなく嫌になっちゃって、こう遠ざけちゃうっていうね。ま、すべて自分でセルフでやっちゃってるんだよっていうことなんですよ。で、こういうふうに考えておくと、あ、なんだ、じゃあ自分にもっと自信を持っていけばいいんだなとか。 自分が変わっていけばいいんだなっていう風になるじゃないですか。相手を変えようとしないですよね。すると解決策が見えてくるよねっていうことなんですよ。でコツは こういうふうにどんな問題が起こった時でも自分に変えられる部分でどこなんだろうなっていうパラダイムで生きているとどん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 問題が解決していったりだとか自分の人生のコントロール感っていうものが味わえるようになるのでもっともっと幸福度っていうのは上がっていくんですね幸福度っていうのは自分のコントロール感によって作られているということも言われたりするので自分がこの人生をコントロールしてるんだ自分次第で何でも変わるんだと思っている時っていうのは未来に希望が持てたりするわけです なので嫌な人が増えてきた時っていうのは自分との向き合い方を見直してほしいなというふうに思っています。相手をどういうふうに感じ取るかとか、そういうことじゃなくて、相手をこういうふうに感じてしまっている自分にはどんな問題点があるんだろうなって見直した時に、本当に自分の問題点と向き合うことができるようになるので、つまり、 相手が悪く見えるは自分のことも悪く見てるこことととがほんどです自分のを嫌な方に見たりとか、自分のダメな部分を責めてたりとかっていうすることが多いですね。そうやって自分の自信をなくした結果、人のことも引きずり下ろそうとしてるっていうだけなので、自分のことをどん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 褒めてあげたりだとか、認めてあげたりだとかね。具体的には今日やった小さな出来事、小さな良いこと、小さなプラスなこととか、そういったことをどん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 数えていくっていうことが大事になってきます。そうやってどん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 自分のね、え、いところであったりとか、 今日は頑張っったたとところであったりとか例えば、いつもだったらご飯を2杯の食べるんだけど、今日はいっぱいで我慢したぞみたいな、そんな小さなことでもいいじゃないですか。そういうふうに自分が頑張ったこととかね、昨日しなかったけど、今日はしたこととかっていうのをどん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 数えていってあげるんですよ。そういうふうにいいところをどんどん見れるようになってくると、人のいいところも見れるようになってくるんですよ。なぜかっていうと、自分の状態がプッて上がるからね、グッて上がった結果、相手のことも対等にしたいから、グッて上げるようになるんですよ。こうやって相手のいいところが見れるようになってくるっていうわけなんですね。自分に自信があって、自分に余裕があるときっていう 人のこともいいように見れるんですなので人のことをいいように見るためにもしっかりと自分のことをいいように見ていくっていうところからスタートしてみてもらえたらなというふうに思います嫌な人が増えてくる時というのは自分のことを嫌に見てるっていうことが多いので自分のことをまずは認めていく 自分のことを肯定していくっていうことから始めてみてください。まあ、こんな風に自分の中身をどん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 変えて世界の見る目っていうのを変えていってもらいたいなっていう風に思ってて僕はそういうのをどん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 ね発信していきたいなっていう風に思ってるんですよね。っていうのも世の中って楽しく見たら楽しいし悲しく見たら悲しいじゃないですか。その物事をどう見るかっていうものの事実は一つだったとしても真実はたくさんあるんですね。自分の中でえこういう風に見たとか。 この角度から見たらこうだとかっていう風な感じで意味付けって変えれるじゃないですか。だから、晴れに対しても晴れって暑いし紫外線が来て焦げちゃうが嫌だわみたいな感じを思ったら悲しい、マイナスな現実になっちゃうけど、でも晴れてるから気分が爽やかだな、海に行きたいなとかって思ったらそれってプラスの意味付けになるじゃないですか。で、こういう風に僕たちっていうのはどこを見るかによって感じ方って大きく変わってくるし、悩みが多い人っていうのはその分マイナスな方を見る癖がついちゃってるっていうだけなんですね。だから僕はそれをプラスな方に見て 自自分で自分での人生ぐらい楽しく見てていこうぜってで楽しく見ることができたら相手のこともプラスに見れたりとかいろんな人の,あの気づきを与えてあげられたりとかってしてどん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 みんなで楽しくなっていけるよねっていうふうに僕は考えてるんですよなのでそういうふうにいろんなことの楽しい面であったりとか自分が成長していく面であったりとかねそういったプラスのところを見ていけるようにだから別にそこに理屈がね科学的かどうのこうのとかこういうのは正解だ不正解とかじゃなくて自分にとってプラスになるみんなにとってプラスになるようなことを選択していけるとっていうのを増やしてい たいいなっっててう風に思ってます、まあね、そういう,うにこうに楽しめる人、人生をどん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 楽しめるように自分でクリエイトできる人っていうものを増やしていくために、まあ、僕メールコミュニティっていうのをやってまして特に今はですね、器をでっかくしていこうキャンペーンっていうのをやってましてもうみんなでもうそこからね自分の器っていうのをでっかくしちゃっていろんな人をこう認めていったりだとかもちろん自分のこともね認めていったりとかってできるようなね相手にイライラしたりするんじゃなく楽しくなっていこうというような感じのキャンペーンっていうのをやってましてでも実際にねそういうのをやり始めてからはこうなんか なんかちょっと人を見る目が変わってきましたとかなんか人生楽観的に見れるようになってきましたみたいな返信とかは結構届いてたりするんですね,でねまあもう絶賛そのキャンペーン中なのでぜひ、まあ、今メールコミュニティに参加してそちらのメールね受け取って,みていただけたらなというふうに思うので、まあ、概要欄にあるいろいから参加してみていただけたらなというふうに思いますで毎日こんな感じで動画もアップしていってるんでよかったらチャンネル登録もよろしくお願いしますありがとうございました